皆さんこんばんは、井上貴之です。この拍手を皆さんお聞きのように、今日のローディーライブコンサートはスペシャル企画でもってお送りしたいと思っておりますが、なんとスーパーギターセッション。ちょっと珍しい顔ぶれですよね、こうやって会うのが。一人ずつお呼びしたいと思います。キーボード、和田春彦さん。キーボード、吉弘千鶴子さん。えい。ベース、三木月千春さん。ドラムス、ドリタケ博之さん。人気あるなさて、ギタリストです、安藤雅弘さん。野呂一生さん。これ方、ひろくりさん、よろしく。
タート。この番組は技術の日立の提供でお送りします。番組ではですね、スーパーギターセッションということになってますが、正確には我々3人はですね、オットトリオバンドという名前になってまして、いつもオットって感じでねやってますけども、何分普通こう喋るときっていうのはね、ボケとツッコミっていうのがあるんだけど、我々3人はボケが3人なのでなかなか突っ込めないという、今の曲はね、この、ね、バンドのために、野呂君が書いてくれた曲であります。ボーイズビーアンビシャスですね。そうですね、ね、タイトル書くときにアンビシャスっていう綴りが分からなくてボーイズビー大使とか言ってね、そのまま書いておりましたけども、じゃあ2曲目いってみましょうかね。安藤さん出番ですよ。はい、こんにちは。いやちょっと緊張してますけども、次の曲は、スクエアのステージでもよくやってたんですけれども、去年出しました僕のソロの LP の中から、アナザーナイトを聴いてください。
でした。黒方くんの、曲でフィッシュダンスね、魚踊りというタイトルでした。はい、じゃあ、私のソロアルバムから Bright Times。いや、昔よく言われました。最近はね、スクエアではね、なるべくこうフレットを見ないように動こうと努めてるんですけど、ソロになるといきなり上半身が固まってしまうそういうだけど、その辺のこう黙々とした感じで弾く感じが、女性不安が
ね、どうですか安藤さん。安藤さんじゃない、野呂さん。あのもうちょっとなんです。すいません。電源が落ちてたんだって。ギターキュービックですね。聴いてください。
行きましょう。Thank you.
歩こう。